ヤドカリです。気持ち込めて歌いました。聞いてください。持ってこい。持ってこい、持ってこい、君の家は坂の上。持ってこい、持ってこい、君の家は日本一。夏になれば浴衣着て鶴の港は踊り出す。熱い男は海を走り、でかい花見に身を委ね、今年もこの日が来たのだと。チンチン電車でビアガーデン。秋になればこの街の心拍数も最大に。7年ぶりに踊る三大祭りの一つだと。間違っているやつがいる。忘れないでほしい。日本一。持ってこい、持ってこい、君の家は坂の上。鮮やかなブルースリーが歩き出し、どこからどう見ても不思議の国。僕はいつもと変わらないオンボロバイクにまたがって、君の家へと逃げてゆく。春になればふて寝したムツゴロウも顔を出し、夢に向かってゆくモノクル。寂しさと希望とが溢れ出すこの街で、僕らは絆を確かめる。持ってこい、持ってこい、君の家は坂の上。前回なんですけども、はい、まさかの ね、はい、ねオフエアですよ、はい、ねやったんですけども、どうでした？もう本当ショックで、ショック、はい、本当ショックでしたね、はい、6位か、6位、ギリギリですね、だからびっくらこいたやろ、すごい空気でしたね、すごい空気やった、はい、もう二度と忘れない、忘れない、はい、でもあれですね、前回あのオフエアやったけども、はい、いろいろなんかこうオファーも来てるんでしょ、いろいろここで歌った曲を小学校での専攻生徒で歌いたいっていう、専攻生徒で歌いたい、はい、あって合唱する曲に使いたいと、そうです、うそうなんや、そして行ってみたあなんです、断ったんや、なんで断んねんの、もうそえぇ、ー、行かんかいな、そんなもん、いかんかな、いかんかな、いかんかな、はい、行ったんや、行って二人でも行ったんや、その学校に行きましたね、はい、歌ってはないんやな、歌ったですよ、歌いました、はい、歌ったん、はい、悪ノリやな、いや悪ノリやな、悪ノリじゃないですよ、向こうは言うたんやろ、そのなんぼ言うとですか